どうも、土屋です。今日から哲学について解説します。ソクラテスは哲学の祖と言われ、世界に大きな影響を与えた人物で、弟子にプラトンがいます。ソクラテスの弁明というのは、弟子のプラトンがソクラテスが告発された時に裁判記録をして書いたものです。しかし、哲学の祖と言われながら、ソクラテスは一冊も彼の本を残しませんでした。彼は本を残すんじゃなく、行動でその哲学を実践したんです。ソクラテスは当時の政治家や知識人に議論を仕掛けて論破しまくったんです。なんでそんなことしたのかというと、デルフォイの神託で、お前は世界一賢いと言われるんですね。で、ここで本当かどうか試すために、賢人と言われる人たちと議論を重ねるんです。紀元前399年、アテナの民衆裁判所で70歳のソクラテスが3人のアテナ市民から訴えられるところから、この本は始まります。職人で民主化の政治家でもあったアニュトス、詩人のメレトス、演説家として名を馳せたリュコンの3人から訴えられたんですね。500人の市民陪審員を前に弁舌を振るい、途中無罪か有罪かの決定、量刑確定の2回の投票を得て死刑が確定しました。いろんな人に議論をふっかけて論破していくわけですから、嫌われてたんですね。いろいろ疑問を呈していく中で、みんな偉そうに、得意げに、さも知ってるような話してるけども、本当のところは何も分かってないということにソクラテスは気づくわけです。というか、賢人と自称している人たちが本当は分かった気になっているだけだということを白日のもとにさらけ出させてしまったことが、彼に対しての大きな罪だったというふうにみんな思ったんですね。そもそもソクラテスはどんなやつだったのか。古代ギリシャアテナイの出身なんですが、その時代を説明すると、修具政治の蔓延ということが当てはまります。修具政治というのは、腐った政治のことです。当時のアテネでは民主主義的な政治が行われていました。民主主義政治は国民全員の意思を反映させる政治です。民主主義政治をする上で登場するのが代表です。代表として国民の意思を反映できることができる政治家を代表として選ぶんです。では、政治家はどうやって決まるのか。投票による多数決です。多数決は古代ギリシャの時代からも使われていました。では、投票によって多数決を得て政治家になりたい人はどうやって行動を起こすんでしょうか。当時はソフィストという連中が幅を利かしていたんです。ソフィストは金のために正しくなくても議論に勝つ方法を教える人のことです。そういう人たちが政治家の指南をしていたんです。そうすると政治はどうなるのか。ありもしないこと、できもしないこと、耳障りのいいこと、一見正論に見えるようなことを言うようになり、政治は立ち行かなくなります。ソクラテスは票を得るために綺麗事ばかり言う政治家たちに問答法を使って論破していくようになりました。つまり、彼は口先ではなく、本当に正しいことは何なのかを考えるということをしたんです。問答法とは、相手が言っていることに対して根本的な質問を投げかけ続け、それを繰り返すと相手の主張が矛盾してくるんで、そこを逃さずに追求するものです。根本的な質問とは何かというと、そもそも善とは何かというようなものだったり、そういうものです。いろいろ質問や議論を繰り返していく中で、ソクラテスは無知の知というところに行き着きます。これは知らないということを知っているという境地です。本当はきちんと知らないのに、知っていると勘違いしている。知らないことに気づいていないことがダメだと警鐘を鳴らす。それは彼が問答していく中で、彼自身も本当のことを知っていないということに気づいたからです。彼は自分が知らないということを自覚する無知の知によって、本当に正しいことに近づけるのだと説きます。それを実践するんですが、彼がこうした議論を好んだ理由は、質問することで相手の議論を袋小路に追い詰めて無知を自覚させるためのものでした。ただ、まあ、これやられたらただの嫌なやつっていう風になるんですね。裁判でなぜ死刑になったかというと、みんなが信じている神様を信じていなかった、青少年を惑わして悪い方向に導いたからという理由からなんです。若き日のプラトンもそんなソクラテスの姿を見て感動はしていたんですが、これやった結果、当時の指導者層である政治家や賢人のメンツ潰しちゃったんですね。彼らは実は知っているようで何も知ってないんだという事実を知らしめてしまったわけですから、そんな奴はいてほしくないんです。ただ、ソクラテスは告発に対して一本引きませんでした。無知を自覚することで真理に近づくという姿勢を最後まで崩さなかったんですね。